こんにちは、速稼塾の久保です。今日は中学校に来ています。私の通った中学なんですけども、大和くんは通わないかもしれないな。このグラウンドに朝礼をしてるとバイクとかね、あのクレスタがドワーッとねなだれ込んできたりとかして、で生活指導の先生とか体育の先生がこの野郎とか追いかけたりとかね、ありましたね。であとは朝礼の時に3人ぐらい女子がバタバタって倒れて、で木陰で休ませるんですけども、そのまま朝礼は何事もなく続くと。そうするとまた別の生徒も倒れるみたいなのは別に当たり前だったかなと。大和くん、お前は通わなくていいよ。ここは気が向いたら来い。で運動部の練習はね、まあ水を飲まずにやってましたね。でも隠れて水を飲む術をやっぱ1年生2年生は得ていたかなと思います。で休憩もあんまりなかったんですよ。で先輩たちは休憩をポン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 取るんですけども、1年生とかね、2年生のまだ日が浅い部員はギャーギャー声出ししたり、ジョギングしてみたり体力を作ってみたりとか、まあそういうしごきがあったから耐え抜いた卒業生とか元部員っていうのは根性あるんでしょうね。あのよく言うのは、あの時のしごきに比べたら、あの会社のパワフルはどうってことねえやみたいなね。でもまあある意味そういうのが上司になってしまう時代ですから、今このぐらいがなんだとかね、俺らの若い頃はなとか言い出す人がいるんで、それがパワハラって呼ばれるのかもしれないですね。いやでもね、今はね生徒も減って随分おとなしい学校になりました。まあそれなりにグレてる奴らいるんでしょうけども、まあでも今ねこのグラウンドでなんか元卒業生がなだれ込んできて、なんか取っ組み合いとか追っかけっこってのはもうないでしょうね。いやなくていいんですけどもね、でもなんかちょっとグラウンドを見ると思い出すのはそういった事件ばかりですね。ね、大和くんね、え、泣きの涙で泣き出したな。